皆さんこんにちは。ジュラシックワードライブ、ロックド提督の詳細までやってきました。今日もバトルやっていきましょう。はい、まずはフランキー埋まってますので、開けるとこからやっていきますが、さあバトル行ってみましょう。さて、なかなかですね、恐竜を強化したりブーストを購入できないもんですから、まあね、結構組み合わせがですね、鍵なので、いい組み合わせで出てくれるといいなと。で、今日あと1勝すれば1体倒せば OK なんで、はい。まあね、あんまり構えないで、気楽に1勝できれば1体倒せばいいという姿勢でやっていきたいんですが、ただメンバー的に結構いいので、かなり善戦できるんじゃないかと思います。あ、これ勝負ですね。さあ、インラップさん、これ見どころですけど、さあ、最初にもう打ってきちゃいますか。あ、回避打たないですか。さあ、次、これ打った後に、どのぐらいこれで崩せるかなんですけど、2600だったら確定打撃1回じゃ倒せないので、はい、ここはですね、はい、向こう回避打ってくると思うんですよね。はい、回避打ってくるんですが、はい、1回これで崩しといて、はい、ここまで崩れれば、2、あ、まだ倒せないのか。きついね。はい、これはきつい。あ、クリティカル出たね。さあ、これで向こうの2倍で倒されるかな。クリティカルが出ると倒される。はい、若干残ると、ここで、はい、交代打撃持ってたら出てくるんでしょうけど、持ってないとギリ勝てると。はい、確定打撃で。はい、ということで、12残ってですね、一応1体倒しましたので、今日のノルマ達成なんですが、さあ、せっかくなので、もうちょっとやっていきますけど、次何出してくるかな。ということは、向こう交代打撃は持ってないということですので、ちょっと安心ですが、さあ、厄介なやつ出てきましたね。さあ、これはですね、どうしようかな。まあまあ、ここはちょっと一回、はい、やられときますけど、無敵化とか貼ってみますが、はい、ちょっと遊んでますね。さあ、ちょっと遊んでみましたが、さあどうしようかな。次また打ってくるだけなんで、まあまあここは何でもいいんですけど、やられますが、さあ次ですよね。次向こうがスピードが上がってるので、何でも勝てないので、ここは1ターン耐えれるやつで行った方がいいかなと思うので、はい、まずこれ向こう2倍は来ないと思うんですよ。2倍来ますか。はい、ここは、はい、1倍打っていきますけど、さあ次向こうですね、1300なので、はい、おそらくね、また慎重な攻撃打ってくると思うので、赤い引きますか。はい、これは読んでましたね。これを読まれるとやばいっすよ。はい、これを読まれるともう一回こっち側が打てちゃいますから、はい、これはね、読み勝ちですね。さあ2勝しちゃいました。さあこれでだいぶ展開的に楽なんですけど、はい、ここでまず、はい、牽制1回打っとけば、これ1ターン耐えれるぐらいじゃないかと思うんですが、はい、これギリかな、無理かな、ギリ耐えられますよね。ここまで崩しとけばどうしようかな。一応ここで、はい、次2倍来ると思うんで、はい、ここでですね、はい、打つだけ打ってみますが、はい、これでね、ゼロなので、ここで、はい、崩せるだけ崩しときます。はい、無テイク貼ってきますね。はい、これは崩せますから、はい、ここまで崩せれば OK ですね。はい、ここまで崩しちゃったら、はい、どうしようかな。ソロドロンしましょうか。これね、もう、即時妨害じゃ無理なんでね。はい、積みましたね。はい、ということで、勝つことができました。はい、1体で良かったんですけど、あんまりそういう気持ちでやると結構勝てたりしますよね。楽しんでやったもん勝ちですよね。はい、ありがとうございました。ではまた明日。